い、進めないか、進めない。宮古高校さんと一緒にですねバスケットを楽しみました。2年の鈴木ゆきてるです。選挙みたいだったね。はい、お願いします。2年の福島健人です。2年の西舘亮太です。2年の佐々木花です。2年の岩田恵美です。あゆみちゃんではですね、いろいろ話を聞いていきたいと思うんですけども、2年生だね。はい、はい、宮古高校男子どんなチームですか。とにかく走って勝つチームです。おお、宮古市こんなところがいいよ。やっぱ7月31日にできた公園じゃないでしょうか。おお、この動画を見た方はね、海鳥公園、宮古市にできた新しい公園のイベントで 3x3 でね活躍した選手っていうのが分かったんじゃないでしょうか。はい、どんどんかましてください。おお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 おサーモンです。あ、サーモン、はい、どうやって食べる。焼いて夏の大会が終わって今1、2年生主体のチームとなったということで、今後の意気込みをお願いします。2年生だけだと5人という人数に足りてないので、しっかり1年生の力を変えつつ優勝を目指したいと思います。おいしょ。なんか芸持ってる人いないのか。リフト、リフト、拍手。これリフト、もう一個、もう一個、即興で一発ギャグができる舞台がある。拍手。じゃあこれをちょっと使って。おう、あ、目が目がモリモリ。拍手。誇張しすぎたジェームズ・ハーデン。以上です。キャッツ一発ギャグいきます。あれ、なんか空から落ちてきた。なんだろう。え、これからも宮古高校応援してるので楽しんでいこうな。はい、よし。もう一個の方は、こっちは危ない時とかに、うん、ならない時がたまにあるんですね。普通の音じゃなくない。お疲れ様でした。さよなら。ここにトマトがあるとしましょう。スンドメイト。